大阪の田久保ですと。もうちょっとですかね。大阪の田久保ですと。今日ね、このエメラルド注文しました。これね、本物、偽物ですけども、天然ですけども、これもしもね、本物やったらね、大丸でね、300万以上しますわ。これはね、どこで買ったか教えません。大阪の田久保です。今日ね、それとね、一つまあ、サービスで教えますわ。田久保くんの高いですよ。なぜ高いかというとね、私、大阪の西成、切れたらごめんなさいね、すぐ切れる。SD カードない。シムカードない。シムじゃない。私、大阪の西成区、岸の里というところなんだけどね、難波まで、例えば電車賃いるでしょ。それで往復でね、本買いに行きましたんですわ。アフリエイトのちょっと金持っとるから。これ紹介してあげます。結構金かかってるんですよ。ほいでね、他の本はダメ。これがいい。これ、苦労話も載っとんですわ。ね、奥さんに逃げられ。ね。これ、ほいでね、本ね、はい、しゃべりますわ。アフリエイトね、これ。本はね、本屋はね、例えばこれ10冊しかないんですわ、全店舗に。いや、10冊ずつ。だからもう、なんつかな、売り切れてはないですよ。ほいで、それ、ないってことはもう縁がないってことね、ほとんど。だから怖いんです。だから私紹介してあげます、10冊。この間、4冊あった中でね、これが一番いいんですわ。で、うちはね、ちょっとカメラが悪いからな、出るかな。この人ですわ。こんな感じね。うん。これね、わしのやり方わかってます。だから普通のね、アフリエイトのね、これ大阪のタコボですね。セミナーもやりますわ。上州タも売ってます。下の方で見てください。売ってますから。1000円から。なんだから。他の本はね、アフリエイト大百科。